整形しました。ピンクも3年ぐらいでしたっけ、出ないみたいな。ファッションモデルだよ。モデルかなっていう。ねえ。はい、どうも、じゃあクリスです。渋谷です。よろしくお願いします。こちらのチャンネルはですね、美容師として元日本一であるこの渋谷が街中にいる磨けば輝く原石みたいな方に突撃で声をかけさせていただいて、髪切ったり服コーディネートしてビフォーアフターさせていただきますっていうチャンネルになっております。はい、というところで本日も2組よろしくお願いします。あ、整形しました。あ、お疲れ様でした。なんか目ん玉の下なめくじ入ってんのかな、もうだけどな。取ったんだけどね、頭痛いです、ずっと。まあ関係なくね、仕事は仕事なんで関係ないですからね。はい、はい、じゃあその感じでいきましょう。はい、ということで合流させていただきました。はい、名前と。あ、はい、名前はセドリックさんです。26歳です。はい、よろしくお願いします。ルイと、よろしくお願いいたします。今回はルイさんから僕にご連絡をいただいて、身だしなみはもう分かんないっぽいんで、獲得してほしいですみたいな感じでご連絡いただいたので。渋谷さん、ちょっと本日あのブサイクな面してるんですけどもね、服とか一緒に見てもろたらと思います。パフォーマンス変わんないな。じゃあそんな感じで服屋ちょっと行きましょう。はい、よろしくお願いします。ということで今日は自由でコーディネートしていこうかなって思います。うん、ちょっといつもと形変えたいと思っていて、ルイさんと僕で一緒に選ぼうかなみたいな、カップルで服屋さんに遊びに行っているところにアドバイスしていくみたいな。ああ、なるほどね。じゃあいつも通り僕外で待ってますんで、はい、楽しんでくださいね、セドリックさん。あ、はい、よろしくお願いします。あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。ゆうきさんどうでした？めっちゃ楽しかった、そんな感じ。あ、ほんまに。あ、お前邪魔なだけやけどな。お二人はどうでしたか？みんな服を洗ってくれてかっこいいなと思ってて、瀬崎さん本当に倹約家らしくて、服も3年ぐらいでしたっけ、出ないみたいな。めっちゃミニマリストみたいな。あ、そうなんですね。めちゃくちゃいっぱい買っちゃったんで邪魔になっちゃった。なるほど。ルイさんも気使わせるとこあったかもしれないですけど、ありがとうございます。じゃあ髪の方次行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。改めてお二人様、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ルイさん、もともと僕らの YouTube 見てくれはってて応募してくれたみたいなところなんですか？そうですね、普通に YouTube 何気なく見てたら、テレビの昼の企画で見るやつがほぼ全動画ぐらい見るぐらいで、これ出たらいいんじゃないかみたいなって思ってご連絡させていただいた。なるほど、ありがとうございます。はい、本当にセトリックさんはどうですか？正直でいいんですけど、僕らの動画見たことありますか？あんまり知らなかった。あ、ありがとうございます。これから。あ、ありがとうございます。まあなんかお二人のナイソムとか含めていろいろまた施術しながら聞かせていただけたらと思ってます。ありがとうございます。はい、あ、では渋谷さん、よろしくお願いいたします。お願いします。セドリックさんもよろしくお願いします。あとあるよね、渋谷さん一回美容師のコンテストで日本一になった後にさ、日本一の人だけが行けるそのロンドンの研修みたいな行ってたもんね。ロンドンなんかちょっと髪質が懐かしい、似てる。本当にやっぱり。いや、でもやっぱ違うんですよね、やっぱこう研修によって髪質って全然。あ、そうなんや。マジでこれカメラ越しでももうマジでセドリックさん、マジただの男前ですね、ほんまに。2人って出身とご年齢とか聞いてもいいですかね？出身は生まれが熊本で、育ちが千葉で、今は埼玉に住んでいます。うん、あ、そうやった。年齢が25歳。なるほど、ありがとうございます。セドリックさんは出身と。まあ、私の出身イギリス、4年間前に来て、山形という場所に引っ越して、そこで2年間過ごして、福島県に引っ越した。今日わざわざ福島からお越しいただいてたって方ですか？あ、マジですか、ありがとうございます。セドリックさんは今おいくつぐらいなんですか？26歳。あ、そうなんですね。セドリックさんはもともとそのロンドンからこうなぜ日本に来られたとか聞いてもいいですか？めっちゃ聞かれた質問ですけど、本当に分かんない。そうなんですね。面白い国だと思って、大学の時何したいか知らなかったから。大学はイギリスの大学通われてる？そうイギリスの大学で卒業してから、ちょっと日本面白そうやからなんとなく行ってみようかみたいな。そう、なんか卒業式の前、就職
活動やってて、日本大使館面接があって内定が出て日本に来てという流れ。あ、なるほどですね。ゼドリックさんはなんか日本来てルイさんと出会われましたけど、ルイさんのどういうところがいいなって思ったんですか？あ、いいですね。じゃあセドリックさん、本日はルイさんのためにもかっこよくさせていただきますんで、引き続きよろしくお願いします。あ、質問違います、大丈夫、もう終わった、はい、ありがとうございます。じゃあルイさん、かっこよくさせていただきますんで、はい、またご対面楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。また連絡します。セドリックさん、今はどういう心境ですか？すがすがしい。セドリックさん、どうですか？実際なんか日本来てみて良かったことと悪かったことみたいなざっくり聞いてもいいですか？イギリスに比べると日本人は丁寧に対応してくれる。例えば店と店員さんが優しく対応、困ってるところがあれば、まあ、すぐに助けに行くとか、なんか道迷ったら一般人に頼めば教えてくれる人がいっぱいいるかなと思ってます。なるほどですね。ありがとうございます。逆になんか日本のこういうところ残念だなみたいなってあったりされますか？温度差がやばい。今日はね、なんか35度、でも福島12月マイナス5もあって、雪が積もる、車が動けないほど積もってる夜体験しまして、まあ残念でした。あ、なるほどですね。イギリスはあんまそういうことなかったんですか？雪降っても外に積もらない、すぐに溶けちゃう。他にも言いたいことを直接言わない、まあ、雰囲気で伝えるみたいなのありますもんね、日本人ね。でもどうですか、実際こう総合として日本に来てよかったですか？よかったです。社会人としてずっと日本にいて、イギリスの社会人の生活はあまり分からない。あ、逆にね、卒業してからここに来てこの生活しか分からない。あー、確かに。一番最初に日本に興味持ったきっかけって何だったんですか？アジアの国々の中で、経済的周りの国に比べると進んでる日本に行けばいいなと思ってるみたいな。あー、そうやったんですね。そう、文化的になんか近代な文化と伝統的な文化なんか両方合わせて、東京とか渋谷とか新宿という場所に歩き回したら、未来な道でも穏便な場所もあって、田舎とか違う国に行ったみたい、市街が面白いなと思って。なるほどですね、ありがたいですね。でもそれこそイギリスも伝統的な歴史刻まれている文化もあるし、本当に最先端の文化もあるから、おこがましいけどちょっと日本と似たような雰囲気あるんじゃないかなって僕は思いますけどね。そう、街並みの景観とかすごい大事にしてますよね。外壁壊さないみたいな、電線とかないですもんね。あ、ロンドン全部下やもんね。あー、下に。あー、そう、最初に思ったのが、なんか頭見上げれば電線ばかり、危険そうですけど。あ、確かにね。どうですか、いっぱい髪の毛切られてますけど、切られ10分ぐらい、終わりであればわけわかんないですよね。何をこんなちんたらいっぱい髪切ってんねんって感じしますよね。そう、なんかセドリックさんはどんな感じで日本語勉強してきたとか聞いていいですか？最初はね、なんか文法とかあまり知らないままでちょっと迷ってたけど、教科書を買って勉強したけど、どんどん周りの人の話わかるようになって、なんかわかるようになった。マジで日本語って文字自体3つあるじゃないですか。ひらがな、カタカナ、漢字あるじゃないですか。僕日本人やけど漢字めちゃめちゃ嫌いであんま覚えてないんですけど、外国の方からしたらまずひらがな覚える時点でしんどいのに、次漢字わけわかんないですよね。読み方と違うじゃないですか。そうですね、読み方違う感じいっぱい、ね、リュウさんいつもなんか私が漢字読み方間違ったら笑ってメモ取って、後で無視返す。例えば大好物を大好きもの、あー、読み方もう一回やる、わけわかんないですよね。ジャパニーズクレイジーかよってなるっすよね。なんか最近覚えた日本語ありますか？ぶりっこ。おー、いい言葉覚えてますね。ブリコ。なるほど。ってどういう意味なんですか？ブリコ、なんか東京の女子みたいな、なんか。ただ東京の女の子全員がブリコではないので。君ブリコだねって言ったら多分怒られる。そうですね。ありがとうございます。なんかいろいろまた話してくれはって、じゃあちょっとセドリックさん今から顔の方剃っていきますね。よろしくお願いします。
おぉちょっと眉毛ガリっていっちゃいましたけどね。まあこんなのはもう修正するのがプロですから、ここね、スリンってほんまやな。お疲れ様です。マジのモデルさんが起き上がってきましたね。ヒゲ剃ったらすげえ若くなりました。めちゃめちゃ若なった急に、うん、渋谷さん、セドリックさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、めちゃめちゃかっこいいですね。なんかセドリックさん、軽くだけ感想とか伺ってもいいですか？別人みたい。こういう風に細かくあまりセットしない、なんかいいな。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ彼女さん、店に行きましょうか。はいはい、はい、行きましょう。どちらもこの文化を合わせたような国際的なファッションを作りたいなみたいなのが、まあ、僕の中でざっくりとあって、まあ、イギリスのイメージってファイトでシンプルなのがまあベターなんだけど、まあ、ルイさんの好みもあるし、ちょっと日本のこういうカジュアルっぽさと、街並みにスタバ持って歩いてるみたいな感じのコーデですかね、僕のイメージは。そうそう、できますね。じゃあ彼女さんの反応を見て、セドリックさんに最後また感想を聞きたいと思ってます。はい、まあ、そんなところでね、もうこんだけかっこいいんでね、まあ、ルイさんもきっと喜んでくれるはずなんでね。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。ういっす。ちょっといつもとは逆のパターンなんですけどね。おー、確かに。そうなんですよ。そうなんですよ。おめちゃめちゃかっこいいっすよ。どうもモデルかなっていう。ねえ、いや、マジのモデルさんですよ、ほんまに。いや、ヒゲと眉毛だけどめちゃくちゃ顔印象変わるんで。そういうことか、眉毛か、モデルさんじゃん。マジでかっこいいっすからね。マジでかっこいい、ほんまに。いや、だって僕多分今日30回ぐらい言ったっすよ、ほんまに。え、レイさん、正直一言、今どういう印象ですか？でも別人だし、めっちゃかっこよくなってびっくりした。あ、ほんますか？本当に誰って感じです。まあそうやって言ってくれてはりますけど、セドリックさんどうでしょうか？
まあ、大きな反応初めてだから、そう、嬉しいです。あ、ほんまですか。喜ばしい瞬間です。ありがとうございます。いや、でも本当に今回はね、マジでありがとうございました。ご連絡してくれはって。でも本当になんか、瀬戸内さんのポテンシャルを今日生かせたかなって感じするんで、これを機に、服とか、おしゃれ楽しんでいただけたらなって。いやですね、間違いないですね。本当に、ありがとうございました。また明日か明後日ぐらいにアップします。はい、はい、お気をつけて。ありがとうございました。お疲れ様でした。かっこいいなぁ、マジでビビるぐらいかっこよかったね。かっこいい。でも GU ちょっと新しい感じでコーディネートしたんですけど、まあいいっすね。GU いいね。整形直後のダウンタイムでしんどかったやろうけど、お疲れ様でした。はい、はい、ずっと調子悪だもんな。ずっと頭痛いけど、パフォーマンスはね、逆に向上したかもしれない。ああ、素晴らしいね。うん、まあそんな感じでね、本日もお疲れ様でした。ありがとうございました。普通にシャンプーしたのよ。うん、イギリスのおばちゃんのシャンプー買ってもらって、終わったら3000くれた。なんで？あなたのシャンプーすごいね。マジで。あ、そうなんや。その日のこれで美味しいランチでも食いなさいって。すごいな。一緒にチップしていったわ。あんまか。